こんにちは、スローライフご飯です。お好きなキノコをたっぷりご用意ください。そろそろ旬のカブも並べて200度に予熱したオーブンで焼きます。おっと、その前に乾燥予防にオイルをまんべんなくかけましょう。まずは15分に設定して、いってらっしゃい。15分経ったら一旦裏返します。キノコの香ばしい香りでお腹がグー。さらにもう10分追加で温めてください。焼いてる間にドレッシングを作っていきます。塩コショウはちょっとたっぷりめに。コンコン聞こえるようなきつね色にしっかり焼けたのでドレッシングにつけていきます。吸いましょう。ピンクペッパーで頬紅に刺して、炊きたての新米コシヒカリと一緒にいただきます。パンがお好きな方はブルスケッタに、のんべえなあなたは日本酒や白ワインと一緒にどうぞ。個人的には香り舞茸が一番美味しかった。お弁当の片隅にもちょいと添えて。秋も深まり、銀杏拾いに行きました。いつか銀杏ご飯を作ります。また見ても良いと思われたらチャンネル登録お願いします。